えー、はいはい。連投ごめんなすって、連投ごめんなすって、どうも、闇の熊さんでございます。ちょっとですね、あの、残念だなーとか、悲しいなぁだけではですね、どうしようもですね、ちょっとあの、ね、あの、気持ちの整理がつかない事態が起こりましたので、ちょっと動画に残そうと思いました。はい、えー、誰よりもですね、男女共同参画の予算の闇にですね、切り込んでおられた、えー、自民党の議員、えー、杉田美代さんがですね、杉田美代さんがですね、総務政務官に、総務政務官の、えー、辞表を提出されました。国会議員としては当然今後活動ね、あの、続けていただけるということで、そこは良かったという方、 なんだけれども、えー、この政務官、総務政務官に関しては辞表を提出されました、でこれはですね更鉄ではなくて、あくまでもご自分のご意思での辞表の提出ということですので、ね、あの、ね、あののねそのねねあのね決断というのはですね尊重したいなと思いますので、もうあまりごちゃごちゃ言うのはやめたいかなと思います、でもね、悲しいね、でも正直悲しいね、えー、岸田もそうだし、自民党の議員もそうだし、自民党の党員もそうだし、僕たち、ネトウヨもそうなんだけど、杉田さんを守りきれなかったよね。誰を よりも早い時期からね誰よりも深くですね、えー、このね男女共同参画の闇ね左翼活動家のですね、えー、活動資金になってしまっているわ僕たちの税金が左翼の活動家のですね活動資金になってしまっているという実態を10年以上も前に国会議員になる前にそれを見抜いてこれを何とかして正さなければならないという形で、えー、それもですね国会議員としてのですねこの見過ぎたさんの活動のですね一番大きな柱だったねそれで一生懸命活動してこられたですね杉田さんをですね、えー、我々保守の猫、ね、ネトウヨたちはですね守り 切れなかったなぁと。 思います。どう、何をどうすればよかったのかわからん。そんな杉田さんに、だからこそ、あの、左翼の活動家とも言えるですね、杉村彩が、杉村さんにね、やなんだっけ、塩村彩かかとかですね、あの、立憲民主党とかね、あの、パヨクのね、おパヨのバカどもがですね、もう国会でアホみたいに攻撃をしまくったと。ね。え、そのせいでですね、自分のせいでですね、国会が空転してしまうね、え、大事な大事な国会を空転させてしまうのはですね、忍びないという、これでですね、あの、杉田美代さんはですね、え、今回辞表を提出されてしまったというお話でございます。もうこれに関してはもう何か言います。あの、ご自分のご意思でございます。 ます。鋼鉄ではございません。ご自分の意思でございますから、これは尊重したいと思います。けれども、ただね。杉田美代さんが一体どういう人だったのかって、どういう人なのか、いや国会議員を続けるんだよ。だからまずで、ね、いなくなってしまうのかのような言い方は良くないん、ね、よ、良くないんだけど、杉田美代さんがどういう方なのか、ちょっと過激な発言をするだけの方っていう風に勘違いをしている人間が多いような気がしますのでちょっとですね。あの、杉田美代さんがですね。10年以上前に書いたブログ国会議員になる前に議員になる前に、まだ一般人だった頃にどんな考えを持って政治に関わっているのかというのをですね発表している。 がございます、えー、これ、国家議員になる前よ、本当にね、選挙出る前ですから、ですから一般人のこのブログだからね、でもね、10年以上も前に書かれたブログとは思えないくらいですね、現状を言いやせている、見事なブログなんですよ。 これをですね、同じく杉田さんがですね、をですね、えー、せ、え、の、辞表提出をですね、悲しんでおられる貝イラギさんがですね、紹介をしてくれました。ね、10約11年前のブログですよ。杉田美代議員が、みんなの党の、えー、兵庫支部長で、まだ議員ではなかった時代に書かれたブログですと。すでに男女共同参画事業が、ね、左翼に侵食をされてしまっていて、異常なジェンダー論がですね、ジェンダー論が、はびこり始めたことを指摘する内容ですと。この杉田美代議員を守らずに、男女共同参画に触れない男性の政治家っていうのは、 で何をしてきたんだという形でですね、海老蔵さんですね、悲しみながらキレておられますわね。え僕も切れましたし、ねニコねとかですももうみんな切れてるよ。あほんでねえ、杉田さんがですねこの状況でですね、えー、ツイッターでですねコメントを上げられたのでそれもちょっと先に読んでおきますわ。はい、え杉田美よさんです。はい。 衆議院初当選の頃の写真でございます。これ、同期生の方々ですね。はい。お天気は良かったのですが、とても寒い日でした。あれから10年、所属政党の分党、落選、そして自民党の議員になって2期5年、長かったようであっという間の10年でした。まだまだこれからも日本のために頑張りますとね。私はね、あのね、この総務政務官に関しては辞表を提出しましたが、国会議員としてこれからも日本のために頑張りますという決意をですね、新たにしてくださいました。はい。ありがとうございます。そんな杉田美桜さんがですね、一体どんな人間だったのどんな人間なの うん、あのなんかこう過激なことを言うだけの人間ではないと。 ね。その過激な言葉の裏には一体どういう気持ちがかか、ねあ、隠れているのか。ね。この杉田美代さんのですね、キャラクターもですね、この中の文章に現れてきてますので、これをですね、ちょっと読ませていただきたいなと思いまして、この文章で、ね、このツイッター、このブログをですね、僕の赤煙に残したいと思って、動画を勝手に撮ってます。うどうやって読ませていただきます。いきますよ。これ杉田美代さんが11年ほど前に書かれた、国会議員になる前に書かれたブログです。いきます。一応断っておきますが、私自身もバブル自体とはいえ、まだまだ4年生大学を出た女子、特に専門職ですね。 出た女子の就職が難しい時代、就職活動は人生でぶち当たった第一の壁でございました。総合職として入った会社でも、これからは女子も取らなければという会社の方針はあるものの、現場にはその理念は浸透しておらず、男性上司の心ない言葉に毎日、えー、顔で笑って心で泣いての OL 生活も経験しました。ね、えー、この話をですね、今の学生さんたちにするとびっくりされますがそう、10年以上前、ね、2010年頃にはね、こうそういう状況ずいぶん改善されてたんだよね。はい。えー、だからですね、今こうやって女性だということを非議せずに。 え、気負わずに仕事ができることを本当に感謝をしています。ただそれは一生懸命に仕事を頑張ってきたあ女性社会人の先輩の皆さんとその能力を認めた社会のおかげだと思います。ね。行政に男女共同参画等という言葉が出てきて、わかります ?10 年以上前に男女共同参画は闇であるっていうことを気がついてるのってもう数えるくらいしかいませんよ。これものすごい感性だからね。 こんな、こういうすごい感性を持った方にですね、本当はもっと役職をつけなきゃいけないと思うんだけど、やめよう、ブログを読もうね。え、行政にですね、男女共同参画、1年も、もう何回も、もう、1一年以上も前に男女共同参画の闇めに気がついてるっていう、これ、共学のブログだからね。その、そこの視点だけはちょっともっと聞いてください。はい。え、行政にですね、男女共同参画等というですね、言葉が出てきて、やれ、男女共同参画担当大臣だ、男女共同参画計画だ、指針だ、と行政政、行政政策にして、 それにに取り組み出しししてかかからら残念ながらおかしながお方向に進んでいるとしか思えませんね、以前勤めていた自治体にも男女共同参画の部署がございまして立派な箱物もありました。ある時尊敬している女性の先輩がこの部署のトップとして移動されました。この先輩同じ中学同じ高校出身ということもありまして私のことをとても可愛がってくれました。人当たりが良くそれでいて自分の意見もしっかりと発言をする本当に男性に負けないくらい仕事ができる方でした。が、この部署に移動になってからどんどん痩せていかれてしまた。 まったのですとえ、大丈夫ですかお顔を拝見するたびに心配そうに尋ねる私にダイエットに成功しただけよと笑顔で答えてくださいましたが何年かして違う部署に移動された先輩はまた元の健康そうな容子に戻られましたね。一体何があったんでしょうかその後仕事で男女共同参画センターなるものに行った時なんとなくその理由が分かったような気がしましたなんとその掲示板にはどう見ても政治的に左左翼と呼ばれる団体のビラがずらりと並んでいましたね。憲法9条なんで男女共同参画に憲法9条が関係あるの るのかわかりませんが憲法9条の問題や当時の小泉政権を非難する内容の集会の案内従軍慰安婦や戦後保障問題まである始末一体何ですかねこれはね私がここの課長だったらこんな左翼の団体全部追い出してやると憤りを感じましただって普通の市民の方が利用できないじゃないですかねえ こんなだととかかでですすすねね、えー、憲法9条改正するなーとかです、ねまあ、こんなことを叫んでる人たちは、ど,どう考えても普通の市民じゃないよね。普通に考えてね。そうでしょみんな、みんなの感覚でもそうじゃない俺の感覚ではそうですよ。ねえ。が、やり手の先輩でもできなかった何か深い圧力があったんだと思います。さて、その男女共同参画なるものが登場してから、何でも形から入ろうという風潮がですね、目立ってまいりました。え、男の子は青、女の子はピンクって決めつけるのはいけない。そんな変な決まりのせいで、公共施設の中には、い どっっちがが男子通りりななのっていうようよとところが多々ありますとね色で分かるのは常に分かりやすいことなんじゃないのかねでもこう,こういうのにも反対するんだね。もうわけわからんでしょ子育て支援の冊子を作った時も表紙のイラストでお母さんが着ている服がピンクだと理由,理,由理由でですね、なんと印刷にストップがかかったこともありました。はっきり言って、そんなことどうでもええやんうんうん、次う皆さん、おっしゃるん、けどめっちゃ同感 もう、この、この動画聞いてる方の99.9%くらいがですね、めっちゃどうでもいいよね、そんなことと。そんなわけのわからん活動して、税金もらって、うわ、うなんて、もう信じられないよね。はい、まあいいや。えっと、え、昨日ですね、参加をしたイベントなど出来事ですと、男性を対象にしたお料理の講座だったのですが、いきなりスタッフの女性の方が入ってきて、参加をした方々の自己紹介が始まりました。その中で、年配の男性が、うちの家内が、と発言をした途端に、スタッフの女性が、口を挟みました。その言い方はおかしいですね。正式にはつ 妻です。はあ。 思わず唖然としました。男性対象の講座は参加者集めがとっても難しいんです。その苦労も知っているので、えー、他人にですね、自分の信念を押し付けるこのスタッフの発言に耳を疑いました。別に、家内と言オうが、サイ君と言オうが、奥様と言オうが、奥方と言オうが、妻と言オうが、ハニーと言オうが、いいじゃないですか。ねえ、ちなみに私は友達と話をするときは、うちの旦那がねえとか、ダーリンがさあとか言ったりしますが、きちんとした場所で話をするときは、主人がと言いますとね、配偶者を何て呼ぶかは TBO の問題です。 日本人としての礼儀ですと、子供の頃、家ではねお、お父さん、お母さんでいいけれども、外でお話をするときは、父、母って言いなさいと教わったのと同じだと思いますねえ。最後のまとめでこのスタッフの方は、スーパーの袋を持って歩いている男性が増えました。男性が赤ちゃんを抱っこすることが恥ずかしくなくなりました。男女共同参画が進んで、いい時代になりました。とおっしゃいましたが、果たしてそうなんでしょうかね、男子厨房に入らず、でも、外では自分の奥さんのことをよく言わない男性でも、これは武士道の精神ですと、本当に 身内だとと思うからこそ外でで自分の家族を褒めないんですとね死ぬまで添いとけて、この人の結婚してよかったとお互いを思えた時代ね、子育ても家事も全部分担、おまけに相手の性を名乗るのは嫌で、嫌とかでですね、選択的男女別姓が議論される時代、も、まあ、10年以上前からそこにですね、やっぱり問題だなと感じておられたのがね、このね、杉田美桜さんなんですよね、気がつけば離婚率は今3割を超えてしまってますと、さらに行き過ぎた男女共同参画のせいで、若い女性の専業主婦願望は増加の一途でございます。 ね、一方でですね、男性は、結婚するくら結婚するなら働く女性の方がいいという傾向が強まってきております。ね、え、これで本当にいい日本になったと言えるんでしょうか歯車が繰り出したのは一体どこなんでしょうかおかしいことはおかしいと、はっきり言っていかなければなりません。え、今日のブログのタイトルのようなことをですね、男性が発言をすると、感情的になり大変なことになってしまいますと、え、女性がですね、あ、論理的に反論していくことが求められているのかなと思いますと、それなら私に任せてください。これぞ、女性の強みでしょうかかっこ という形で決められてますね。え、こちらにこのブログのタイトルなんだこ俺見てねえんだけど。わかんない。書いてない。どこだか。あ、あった。顔の見えない候補者でいいのいいのそういうことそういうことなんか違う気がする。なんか違う気がする。タイトルがわかんない。やべえ。やべえ。まあいいや。ということでですね、これね。じゃあコーヒー飲みます。 どう思いましたものすごく真っ当な感性じゃないですか今ね、なんかマスコミがですね、LGBTQ とかですね、いろいろ取り上げてますけれども、あれ死ぬほど少数派だからね、僕前から何回も言ってますけれども、地元のですね、仲良しの税理士さんと話をしているとき、人間っていうのは真っ当に普通に育てば、ちょっとネトウヨになると、ちょっと右寄りになるんだと。で、左寄りの方っていうのは、何かがどこかでねじまかってしまったことが多いですよね。えー、ま、毎年ですね、何百人もの方にね、お会いされてる税理士さんの言葉がこれでございます。はい。もうね、世の中のね、多くはですね、ネト 同様的な思考この杉田さんと同じようなね、保守の思想の方だと思います。だからこそこの動画でですね、このブログを読んだときに、ね、これブログね、概要欄載っけておきますわ、うん、このブログを読んだときにですね、みんなね、もうその通りつうか、めっちゃ普通のこと言ってないってみんな思ったよね、思ったよね。この普通の感性を持った方がですね、えー、本日ですね、なんと鋼鉄に近い形で、まあ、辞表だけどね、ご本人がこのままではいかんという形でですね、辞表を提出されたということなんだけど、この真っ当な感性を持った、持ってですね、国会に入るとですね、こうやって左右から攻撃を受けるんですよ、今の国会って。 そして今の自民党や岸田はですね、守ってくれないんですよ。ね、なんか変だよね、なんか変だよね、庶民感覚、庶民感覚とお前ら言ってんじゃねえのかよ、最もですね,ね、割合が大きいと思われる保守的な思想を持っている国民に、めちゃめちゃ近い感性を持っている杉田美代さんが、今回、辞表を提出するような状況に追い込まれてしまいました。なんか変なんだって。 はい、いやまあご自身のねあのご意思ですからそれは尊重したいと思うんだけどこのね杉田水脈さんがですね辞表を提出しなければならないような国会にしてるのはねある意味、国民では俺たち国民だからねね <coughs> なんか、ね、納得いかんわ。 うん。杉田美桜さんのね、これからの活躍をですね、まあ、ますますの活躍をですね、私は祈っておりますし、えー、僕だけじゃなくてね、多くの国民がですね、杉田美桜さんのことで、ね、支持してますからね、もうね、もうほんともう、ちょっと次の選挙でさ、もう本当まあ立憲民主党とかさ、もうパ翼の、左翼のアホどもにもう投票するのやめようぜ。やめようぜ。あいつらこうやってね、国会をですね、なんかもう無駄にね、まあ、時間を消費してね、本当に取り組まなきゃいけない大事な問題に取り組んでる人間をですね、こうやってね、辞表提出されてるかねもう、もう納得いかんもん。納得いかんもん、ほんとに。もうおか 絶,絶対におかしいよね、カイラギさんねもう、はい。ということで,で、すねこれね、えーと、どうしてもですね今回、ですね杉田美桜さんがですね書いたですね,このねもう見事なブログだし、もうどれだけですね普通の感性を持って国会議員になってくださった方かというのを分かっていただけました、ね、今の俺たちがですね普通の感性を持って、ね、国会議員になったら、ですね杉田美桜さんと同じような目に遭うんですよ。レイシストだーとか、差別者だーとか、国会議員もやめろとか言われるんですよ。ね だからね、ちょっとね、今回、政務官としてのですね、彼女を守りきれませんでしたけれども、今後、ネトウヨはですね、国会議員としての彼女をですね、応援して、ちゃんと守っていきましょうね。ねということで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ